ライリアンムーブメント。ライリアンムーブメント、レイリアンムーブメントは、ライル、ライルこと、フランス人のモータースポーツ系ジャーナリスト、クロード・モーリス・マルセル・ボリロンが創始した、新州、宗教法人として、登記はされていない。欧米では、ライリズム、と呼ばれる場合もある。本部は、スイスのジュネーブにある。シンボルマークは、六芒星と逆万字を組み合わせた。 ライリアンマークで人類の創造者、エロヒムのマークとされる。公式アナウンスによると、ラエルは1973年12月13日にフランス中部で遭遇した異星人、エロヒム、正確には単数形のエロハ、イロハ。エロヒム、エロヒムは複数形から人類の起源と未来に関する重要なメッセージを受け取り、 そのメッセージを地球人類に普及することを目的としてこの団体を創立したとされる。伝聞によると、1973年、フランス人のモータースポーツジャーナリスト、クロード・ボリローンは、フランス中部のクレルモンヘラン近くの火山のクレーターで、空飛ぶ円盤から現れたエロヒムと名乗る、身長120センチで、肌がオリーブ色で顎ひげを生やした。 異星人とコンタクトしたとされている。エロヒムは原点ヘブライ語旧約聖書に出てくる単語であり、彼らの主張では天空から飛来した人々を意味している。そのエロヒムからメッセージを伝えられ、ライルという名を授けられたとされている。ライルとは彼らの主張ではヘブライ語で、エロヒムの大使の意である。このメッセージによれば、現在の地球上の生命は2万5千年進んだ。 科学技術力を持つエロヒムによって科学的に創造されたとしている。また、生命創造の前に地球の大気組成を科学的に調査し、生物に適した惑星にするために大陸を形成したとしている。神を科学を理解できなかった時代の古い概念と位置づけており、霊魂も現実には存在しないと考えている。これは無神論的な宗教であると主張している。 また、生物の進化は現実には起こらないと考えている。進化論ではなく、生命の科学的想像により、より高度な生物が誕生したとされる。創世記は過去の生命創造の証となるという、有神論的創造説とは異なり、外宇宙の知的生命による創造科学論であるとしている。エロヒムのメッセージでは、アダムとイブは、 DNA レベルで創造された試験管ベビーであり、実験場の一つエデンの園はイスラエルにあったと書かれている。またエロヒムの一人、アマミキヨが最初に降り立ったのは日本の沖縄県であったとされており、現在も海底神殿などの遺跡が残されていると主張している。またこの団体の広報によると、降りに触れ、エロヒムは人類と接触しており、そのためエロヒムは 原始的人類の理解を超えた神として振る舞ってきたと信じている。モーゼ、ブッダ、イエス、マホメットなどの預言者は、エロヒムのメッセンジャーであったとされる。創始者のライルは、最後の預言者で、マイトレイヤミロク菩薩であるとされる。創始者のライルを含めライアンムーブメントのメンバー、全員が無給でこのメッセージ普及活動に従事している。メンバーからの寄付金は、 エロヒムを地球に迎えるための大使館建設及び講演会セミナー開催必要経費などに充てられている。ダイリアンのメンバー全員がエロヒムを迎える大使館の建設及びエロヒムからのメッセージ普及という二つを目的に活動を続けている。2003年11月の時点で世界90カ国に活動拠点があり、6万人以上のメンバーが在籍していると言われる。 中でもライリアンムーブメント日本支部、日本ライリアンムーブメント1980年設立は最も規模が大きく、公式アナウンスによれば6000人以上のメンバーを要している。現在はライリアンムーブメント主催によるメッセージ講演会が全国各地で開催されている。ライリアンムーブメントの競技は、 ライルが異星人エロヒムの一人とあって告げられたメッセージを真実と認め、エロヒムを人類の創造主と認めて、彼らの要望通り地球に迎え入れることでや、ライリアンとはこのメッセージを理解できた人のことを言う。メッセージはライルの著作、地球人は科学的に創造されたにまとめられており、概要は以下の通りである。この団体の広報によると、 ライルは1973年にフランス中部の山岳地帯で空飛ぶ円盤から降りてきた異星人と遭遇した。異星人は世界中の言語を話せると言い,い、フランス語でライルと会話した。その後、同じ場所に円盤は出現し、ライルは6日間にわたり円盤内で異星人からメッセージを聞き、それをノートに書き留めた。異星人は自らを エロヒム、ヘブライ語で天空から飛来した者たちの意と名乗り二万五千年前に彼らの科学者たちが地球にやってきて生命創造実験を開始したと語った。彼らの惑星では生命創造実験は危険であるとされ禁止されていたからである。彼らは地球で一つの大陸を形成した後に化学物質から植物の細胞を創造した。ての生命を創造し、 現代で言うエコロジーと呼ばれる生態系を作ったとされる。人間の文明が進歩することは、創造者イコール、エロヒムの安全を脅かすことであり、科学に関しては無知にする必要があった。しかし、実験上の一つであるエデンで、創造者の科学者たちが人間に科学技術を発展させれば創造者と同様になれるということを教えてしまった。 そのため実験場内での人間の保護を止め、人間は実験場から外界に出されることとなった。このことにより、追放された創造者の科学者たちは、人間の娘たちを妻にした。そして、彼らの子供たちの子孫が、イスラエルの民となった。この後、彼方の惑星の創造者たちは人間を危険なものとして、洪水によって、すべての生命を抹殺した。しかし、 数千キロメートル離れた上空で保存されていた細胞を使って再び生命は創造されたと説かれている。モーゼやエリア、エゼケールラの前に姿を現したエロヒムはその後一人のメシアを使わすためにマリアに創造者の子を設けた。イエスやモーゼによる様々な奇跡は創造者の科学技術によるものである。イエス・キリストはエロヒムが人類を創造した証としての聖書を 世界中に広める役割を持っていた。この役割は、本来は、イスラエル人に与えられていたものである。ラエルは、モーゼ、釈迦、イエス・キリスト、ムハンマドなどのエロヒムが使わした予言者たちに続く、アポカリプスの時代、すべてのことが、科学的に理解できる時代の最後の予言者になる。ラエルは、ラエルの名でメッセージを広め伝えることと、エロヒムを迎える。 大使館を作ることを要請される。エロヒム自身も別の惑星からの創造者により創造され、将来人類も創造者となり、他の惑星に生命を誕生させる時が来るという。またエロヒムは他の多くの惑星と経済的交流を持っているが、エロヒムと同等の科学水準にある惑星の文明は発見できていない。創造者の世界では、 生物ロボットを使うことにより労働の義務がなく、貨幣制度も結婚制度も存在せず、知性が高い人々によって選ばれた天才たちによって統治されているという。人類の破滅を避けるためには、天才たちによる天才政治、人道的人類主義、単一の貨幣制度及び世界政府実現が必要であると記されている。この団体の方法によると、ライルは 1975年にロックプラで再びエロヒムと会った。そして地球近くの基地を経由してエロヒムが他の惑星上に作った楽園を訪れた。そこは不死の惑星と呼ばれ科学的に不死となったイエス・キリストや仏だ、モーゼなどの預言者たちと選ばれた不死の地球人たちがいた。この時よりエロヒムがライルを介して見たり聞いたり話したりすることをできるようにした。 エロヒムが人類を滅ぼすことはしない。ただし、人類自身の手による大破局が訪れた場合は、ラエルに従う人々及びエロヒムのメッセージは、知らなかったが、人類の発展に貢献した人々だけが救わる。聖書の目視録はエロヒムからの最終核戦争の掲示であり、これは九九パーセントの確率で起こり得る。ヤーウェは、エロヒム不死会議の議長であり、 地球における人工生命創造計画の指揮をした。エロヒムは全ての人間を観察していて、その生涯の行為において採点され、死後、不死の惑星に再生されるか否か、裁きを受けると記されている。神は存在せず、霊魂も存在しない。死んだ後は科学によるものでない限り何も残らない。エロヒムを迎える大使館は、 イスラエルのエルサレム近くに希望するが、もし、イスラエルが拒否すれば、大使館は別の国に建てられて、イスラエルは破壊される。現在は日本に大使館を建設する計画が進んでいる。エロヒムが再び来訪すれば、人類は新たなる、黄金時代に入る。エロヒムと共にキリストなどの預言者が大使館にやってくる。過去にエロヒムは、ルルドをはじめとして、 世界各地で援助に値すると判断した人々に救いの手を差し伸べてきた。この団体の広報によると、その後1997年にもメッセージがあり、イスラエルの民とのつながりは終わりに近く、エロヒムの保護を失い離散するだろうとしている。新しい時代での仏教は、ラエリアンに近い宗教である。すべての諸国に大使館建設のための許可と、 必要な違い保険を要請する。1キロメートルの領地の判定は、陸でも、航行が禁止されていれば、水面でも良い。大使館を建てる、国の将来は保障され繁栄し、将来何千年も全地球の、精神的科学的センターになるとのメッセージがあったと記されている。なお、2009年、ユダヤ歴5769年に、イスラエルに対して、エロヒムから、 最終警告のメッセージがあったとされ、その後、広報によると、2015年8月6日で、エロヒムのイスラエルへの保護がなくなったという。ライリアンウィーブメントの主教ガイドである、ブリジット・ボア・セリエ代表は、クローン・エードという専門会社を設立して、研究を行い、2003年にクローン人間が誕生したことを発表た。また2004年にも同社は、 複数のクローン人間の誕生を発表した。日本でも発表した事実については、文部科学省の作業部会と国会で取り上げられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。